のミューズは1泊2日で学校合宿。お布団を借りて教室に寝泊まりする簡単合宿にゃ。その目的はもうすぐそこに近づいてきたライブの強化練習のために、みんなで集まっていよいよ最後の追い込みっていうのは、多分後からつけた言い訳の理由で、きっとみんなもうすぐ夏休みが終わっちゃうのが寂しくて、ただみんなで遊びたかっただけのような気がリンはするにゃ。だから朝の7時から張り切って練習開始はしたけど、お昼はみんなで楽しくピクニックランチ、持ち寄りのおやつの焼きプリンを楽しく食べて、夜ご飯はみんなで調理室に集まってミューズ特製カレーを作って、はっきり言ってすっごく楽しいにゃ。そうしていよいよ本日最後の練習時間、食後の夜練は体育館でやるはずなんだけど、あれれ、のぞみちゃんがいないよ。リンが探してくる。そう言ってみんなのいる教室を出て、トイレや職員室、3年の教室にシャワールーム、いろんなところを見て回ったけど、そのどこにものぞみちゃんがいないよ。おーい、のぞみちゃん、どこどこどこでした。そして最後に向かったのが、いつもみんなで練習してる屋上。でもせっかく鏡のついてる室内の体育館で練習できるのに、まさかこんなとこにいないよね。最後の一段まで階段を駆け上がって、屋上につながる階段室のドアを開けた途端に流れ込んでくるのは夜の空気。うわー、なんだかもうひんやりしてる。もう秋が近いのかにゃー。あ、いた、のぞみちゃん。リンが見つけたのぞみちゃんは屋上の一番見晴らしがいい場所に寝転んで夜空を見てた。のぞみちゃん、もう夜の練習始まるにゃと声をかけたら、光、星が流れたよ。あ、流れ星。思わず大声を上げちゃった。なんだリンちゃんか。さっきからどうも星が多く流れ始めた気がすると思ったら、リンのせいだったかな。うわ、それってリンが服の髪っていうことかな。それとも幸運の星を全部流してしまう疫病神か。ほーん、どっちかにゃ。そういえばリンは昔からよく流れ星を見るんだよね。もしかしたら星の神様に好かれてるのかも。何しろ名前が星空リンっていうくらいだもん。勇気リンリン、星空リン。さすが、ほのかちゃんと並ぶミューズの2大ポジティブガールのリンちゃん、前向きやんな。そうかにゃ、そう言われると嬉しいにゃ。ところでのぞみちゃんは流れ星に何かお願いした？リンはよく流れ星を見るけど、いつもとっさのお願いが決まらなくて間に合わないんだにゃ。願い事が多すぎてぐるぐるして、結局ラーメン食べたいとかたい焼き食べたいとかそんなになっちゃう。そうな、それはしょぼいお願いばっかりで損したな。きっと世界中のみんながリンちゃんみたいやったら世界は平和やろな。うち思うけど、リンちゃんがぎょうさん流れ星を見るのは星の神様に好かれてるっていうよりもな、きっとリンちゃんの名字が星空で、だから気にして小さい頃から人よりもよく夜空を見てたせいと違うかなと思う。ああ、言われてみれば確かにそうかも。人よりたくさん夜空を見てたら、人よりたくさん流れ星も見るし、人って誰でも案外そんな生まれつきの小さな事柄に左右されて生きてるもんやんな。そういうのぞみちゃんは、あれ、なんだかいつもより少しだけ寂しそう。うちもな、生まれた家が転勤ばっかりしてたせいで、あちこちの学校を渡り歩くことになって、そのせいでこんなへんてこな関西弁混じりの言葉遣いになってもうたし。のぞみちゃん、もしかして寂しいの？黙っちゃったのぞみちゃん。でもその沈黙はなんだかとっても大事なような、いつまでもずっとこのままいたいような不思議な沈黙。綺麗な夜の学校の空。すると、うわー、
背中をくすぐり始めた。ダメだって、そこはダメだよ、凛はお腹弱いんだから、やめて、もう坊さん参った、お願いだからやめて。なんや急にしんみりするからお返しやんな。ひどいよのぞみちゃん、急にくすぐるなんて。言いながら立ち上がろうとするリンに、あ、いい景色、パンツ見えてる、慌ててスカートを押さえようとすると、履いてたのは練習用のジャージだった。もうのぞみちゃんってば嘘ばっかり。ほな行こうか。え、行くってどこに？夜の練習で体育館って言いに来たのはリンちゃんやろ。ああそうだった、じゃあ行くにゃ。くるりと振り返ったリンに後ろから、あのなリンちゃん、うち寂しいのはもう終わった。え、こうしてみんなに会えたからもう寂しいのは終わった。そう言ってリンが頭をぐしゃぐしゃに撫でるのぞみちゃんの手が優しくて、ちょっとドキッとした夜でした。